日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。ドンキホーテのポテトチップス、薄塩味とチーズ味を食べたいと思います。ドンキホーテのポテトチップス、あるんですね。以前に食べたチョコレートお菓子と同様の専門販売プライベートブランドのようです。どうなんでしょう。見た目はナビスコのチップスターに近いような気がします。あ、この赤いのが薄塩、黄色がチーズ。ではまずシンプルな薄塩から開けていきますね。やっぱりナビスコのチップスターみたいな感じになってます。なんかジャガイモの見た目もほんとしつこいようですけどチップスターになりますね。味はどうなんだろう。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。パリパリしている薄塩はほのかな刺激が来るな。そしてチーズもところどころから旨味が感じられる。これだけ濃厚なチーズの味が感じられるのは、いや濃厚っていうと少し大げさかもしれないけど、濃いめのチーズの味が感じられるスナック菓子というのはなかなかない。いや初めて食べた気もするね。このパリパリ音が本当に心地いい。もっといろんなスナック菓子で食べたくなるような、そんなチーズだね。おっと、薄塩のことをすっかり忘れていた。で、薄塩も本当にほのかな刺激がピリピリきて、食欲そってくれる。大きさと厚みはやっぱりナビスコのチップスターに似てる気がするな。良くも悪くもね。ごちそうさまでした。まずポテトチップスそのものについてなんですけど、どちらもカルビーのポテトチップスなどと比べるとジャガイモ自体は若干厚めなんですけど、だからそこまで分厚いわけでもない。程よくバリッバリッバリッとした大きめの音が噛んだ瞬間に聞こえてきました。で、やっぱりチップスターに近いと言いましたが、それよりはもうちょっと熱いですね。だけどジャガイモの旨味が噛んだ瞬間にふわっと広がってきます。カルミーのものと比べると結構ジャガイモのそのものの味が強いですね。その代わりパリパリ食感は控えめなので、音と食感を楽しむかジャガイモの味を楽しむかで好みは分かれてます。で、薄塩はあっさりとした塩気がもう次から次へと口の中に入れたくなるような病みつきになる食感があり、チーズもチーズの旨味が噛んだ瞬間にハーッとジャガイモと共に広がってきて美味しかったです。ジャガイモとチーズの相性もいいですからね。味としてはチェダーチーズですね。あれハニー&チーズって書いてありますけど、あんまりハニーの甘さはなかった。どちらかといえばチーズの塩気を引き出すためにハニーが使われている、そんな印象ですね。で、どちらも美味しくてまた食べてみたいなと思える商品だったので、今回は両方とも5点とさせていただきます。それでは「サングラス兵士かけるや戦場を」戦場で目くらましを食らわないようにサングラスをかけているのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか。チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。